続いて特集です。今日は音楽の話題です。さあ松前さん、はい、普段どんな方法で音楽聴いてますか？外に出るときはいつも携帯型のデジタル音楽プレイヤーにイヤホンをさして聴いたりですとか、あとは家にいるときはパソコンにアンプをつないでさらにスピーカーをくっつけて聴いてます、はい、音にこだわりたいタイプなので。本格的ですね、音にこだわりたいというと、やっぱりコンサートホールですとかライブハウスなどで本物の楽器のこの音色を、ね、聞きたい時もあるじゃないですか。本当はね、生で聞くとやっぱり臨場感違いますから行きたいんですけど、なかなか時間と、ね、機会がないですからね、それがね、もしかしたら家で味わえるようになるかもしれません、はい、山陽小野市にはバイオリンなど本物の弦楽器の音にこだわって独自の音響装置の開発に取り組んでいる男性がいます。装置をきっかけにふるさとを元気にしたいと奮闘する男性の思いを宇部支局の藤井記者が取材しました。ずらりと並んだ弦楽器、バイオリンを弾くのはこちらの男性ではありません。この特殊な形をした装置を楽器に取り付けて CD を再生します。すると弾き手のいないバイオリンやチェロが音楽を奏で始めました。この装置が楽器を振動させて音を出させているんです。自動演奏装置を作った桐原真嗣さんです。山陽小野市に桐原さんの研究所はあります。10年余り前に大手電気機器メーカーを定年退職してふるさとに戻った桐原さん、装置の開発を始めたのは自分で弾けないバイオリンを鳴らしてみたいと思ったのがきっかけでした。これは私が新入社員時代にですね、骨董品屋でたまたま買い求めたバイオリンです。この形に気に入って壁にかけてるうちに自分でこれを鳴らしてみたくなりまして、開発にあたって桐原さんが着目したのが弦楽器の音が出る構造でした。バイオリンなどは指で弾いた弦の振動が駒という部品を介して胴体の隅々に響いて音が出ます。桐原さんは指で弾いた弦の振動の代わりに CD などからの信号を振動に変換して駒に伝える装置があれば楽器が鳴るのではないかと考えました。桐原さんは自宅に工房を作って装置の開発に打ち込みました。私の苦労の賜物です。かれこれ10年ですね。さまざまな材料を試したり形を変えたりしてようやく納得できる部品が完成しました。つけて、これ合格ですね。完成した装置は期待を上回る音色を響かせてくれました。これがスピーカーの音です。この違いをちょっとバイオリンとで聞いてほしいんですけども、なんか違うように感じませんか？本物の弦楽器が響きながら鳴るのでスピーカーでは表現できない高い音域も聞こえます。目の前でその演奏家がですね、自分のバイオリンを弾いてくれるという、なんというか非常に面白い現象が起きるわけで、古のバイオリストの名演奏家を好きな時に弾くっていうのは、これ最大の醍醐味だと思います。桐原さんが開発した装置は少しずつ地元に広がり、ファンを増やしています。
いらっしゃいますね。いろいろな場面が映ってきます。静寂の中にこのバイオリンのすごい高音とかがすごい響いて、なんか脳っていうかすごい冴えてくるような気がします。癖になるっていう感じがします。何よりも嬉しいのはですね、買ったお客さんがですね、ものすごい喜んでいただけるという、その声を聞いたときはもう全ての努力が良かったと思うことに変わりますね。これが何か朝発のですね、山口県発の何かお役に立つ商品になっていけばいいなというのが今の私の一つの楽しみというか目標になりました。バイオリンの自動演奏装置でふるさとを元気にしたい。桐原さんは今日もその響きに耳を傾けながら新たな可能性を探し続けます。いや、誰も演奏していないバイオリンから音が響いてくるというのは不思議な感じがしましたね。そうでしたね。取材した宇部支局の藤井記者とお伝えします。藤井さん、少しずつこの装置広がりを見せているようですが、どんな人が購入しているんでしょうか。はい、やはり音響機器の愛好家が多いんですが、弦楽器の演奏者や制作者からも引き合いがあるそうです。演奏や出荷の前に楽器の鳴らし演奏をする装置としても注目されているんです。ああ、鳴らし演奏、こう何時間も弾いて音を柔らかくする必要がありますからね。これ装置は代わりにやってくれるんでしょう。あと藤井さん、これいい音が出る秘密はどこにあるんでしょうか。はい、桐原さんによりますと、最も美しいと言われる比率をもとに作られているバイオリンの形にあるということです。聞いた人が癒されるなどと話していましたが、これも本物の楽器の音ならではの効果なのかもしれません。私もそういう音響が好きなんですけれども、せっかくいい音ならクラシック以外の曲も聴いてみたいなと思うんですけれど、この装置で聴くことはできるんでしょうか。はい、もちろんです。ジャズやポップスなども聴くことができます。私は日本の琵琶の音色を録音した CD を聴かせてもらったんですが、素晴らしい響きでした。琵琶まで演奏できるんです ね、 いいですね。まあ、誰もが弦楽器持ってるわけではありませんから、こういう聴き方が、ね、できるといいですよね。そうですね。そうですね、そのため桐原さんは自動演奏装置の仕組みを生かしたスピーカーを開発中です。量産化されれば価格も安くなるので、制作にあたっては地元の木工業者などと連携したいと意気込んでいました。はあ、山口発のこの装置が広がりを見せていくのか期待したいですね。楽しみですね。そして音を聞いてみたいですね。はい、ここまでバイオリンの自動演奏装置についてお伝えしました。今日は東京から来ました。